もういろんいろんしっしー。ライブドアニュース2019年9月28日韓国、軍事協定必要なのは日本、ジソミア破棄決定の撤回に含み。いやいや、もう日本はいらんの、ジソミア。ざっくり言うと、韓国政府高官が28日までに会見し、日本とのジソミア破棄決定に言及した。北朝鮮のミサイル発射探知のため韓国以上に日本が必要としていると強調。日本政府の対応次第では韓国側が破棄決定を撤回することに含みを持たせた。いやもう済んだ話やん。ジソミア破棄するって決めたやん。もうそんなに振り回される必要はない。これは共同通信をまとめたものです。韓国、軍事協定必要なのは日本、破棄決定の撤回に含み。レーダー照射してくるような国は敵国、そんなんと組む必要あらへん。記事によりますと、韓国政府高官は28日までにソウルで海外メディアと会見し、日韓の軍事情報包括保護協定 GSOMIA は北朝鮮のミサイル発射探知のため韓国以上に日本が必要としていると強調した。38度線でえらいことになろうがうちら関係あれへんし、ミサイル飛んできたことはわかんねんから、38度線やソウルで何が起こっていようが別に、いや、どうでもええ話やし、困るのは韓国。聞き戻って、日本政府の対応次第では韓国側が破棄決定を撤回することに含みを持たせた。もうほっときましょう。しかしほんとめんどくさいよね。これホワイト国に戻すからジーソミアを破棄するのやめてって泣きつくと思ってやがったんやろな。協定をめぐっては日本による輸出管理強化を背景に韓国政府が8月下旬に破棄を決定し、日本側に通告。11月22日の期限までに韓国側がこれを撤回しなければ失効する。失効すればよろしい。交換は海で隔てられた日本と比べ、韓国は地理的に北朝鮮に近く、発射段階での探知は韓国軍が圧倒的に有利だと強調した。いやいやいや、もうバーンってやられてる時にアイゴーってなって火の海になって、ああ偉いこと。圧倒的に不利やと思うね。で、ミサイル飛んできたなっていうのはもう日本で感知できんねん。だから別にええやんっていうことで、ジーソミア破棄ありがとうでよろしいと思います。まあ何しかしつこいわ。